北京五輪が始まり、いろんな疑惑が持ち上がっていますね。やはり、独裁国家では、五輪の開催は不向きではないでしょうか。IOC も、ちょっとおかしいと最近感じられますが、やはり、対中国の防衛網強化は、急務となっています。今回は、石垣島でも、十二式誘導弾改めの導入を決定、離島防衛を詳しく見ていきますね。日本も、防衛費の増強を図らないといけない状況、中国、ロシアなどに挟まれていますし、何より、北朝鮮の動きが気になります。2022年も早いもので、すでに1ヶ月を経過し、2月に入ったが、相変わらず、尖閣諸島周辺海域への中国海警局の艦艇の動きは活発で、この2月5日には、接続水域への40日間連続での侵入が確認されており、海上保安庁の懸命の警備が続いている。昨年2021年の累計によれば、こうした中国海警局の艦艇の活動は、尖閣周辺海域への領海侵犯が34回で延べ、40日、接続水域への侵入は、ほぼ毎日と言える延べ、332日にも達するなど、増加の一途をたどっているのが現実だ。こうした中国海警局の艦艇の動きには、昨年2021年2月より改められた同組織を管轄するか池、違法の施行が影響を与えているものと考えられ、この中国国内法を根拠として従来以上の武器使用を表面的に合法化したことが大きいのだろう。改定、施行されたこの海警法によれば、海警局側が職務上必要だと認めれば、組織員の個人携行の銃器類はもちろん、艦艇に装備された重火器の使用も、これまでよりも大幅に緩和されており、実力行使に向けたハードルを低下させている。中国海警局側の恣意的な判断で、武器使用が容易となったこの状況下においては、それが、現在の国際社会で、容認されるか否かの根本的な問題はあるものの、日本の漁船等が当該海域で操業することは、より困難になったと思える。中国側の主張の是非については、それをそのまま受け入れることなど、日本にとっては到底承知できない事態ではあるが、最悪の場合、民間の漁船に重火器による被害が生じかねない現状では、海上保安庁がこれを抑止することも致し方ないだろう。中国海警局の艦艇は、021年頃より、それまで中国海軍で運用されていた、フリゲート艦が転用されるケースが散見されており、さすがに、艦隊艦、艦対空ミサイルといった重兵装は撤去されているものの、76mm の主砲は、そのままという艦艇もある。日本の海上保安庁でも、巡視船の数量の増加を図ってはいるが、こうした重兵装は、すでに、同組織の艦艇の対応範囲を超過しており、そうした兵装を使用するかどうかは、別問題とはいえ、何でもありの独裁国家の前には、劣勢感は否めない。そうした状況下、日本側が、安易に、海上保安庁の巡視船に変えて、海上自衛隊の水上戦闘艦を前面に出すような選択を行えば、ますます、中国の思う壺にはまりかねないとの指摘も多く、有効な対応策の模索が続いている状況だと言える。そんな中で、日本が現有する兵器とリソースにおいて、注目を集めているのが、陸上自衛隊が装備している、12式地対艦誘導弾と、その配備部隊であり、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の島嶼防衛に向けて、極めて貴重な戦力と言えそうだ。12式地対艦誘導弾は、平成24年、2012年度から、調達が行われている兵器で、通称は SSM-1、改めと呼称されており、重装輪車両に、
地対艦誘導弾の発射塔を搭載した移動式のミサイルシステムであり、三菱重工業社が製造している。1-2式地対艦誘導弾は、誘導弾本体の直径は約 35cm、全長約 5m、重量約 700kg のサイズであり、公表されてはいないが、最大有効射程距離はおよそ 200km 弱だとめされており、88式地対艦誘導弾の後継機種にあたる。88式地対艦誘導弾は、昭和63年、1988年度から調達が行われている兵器で、通称は SSM-1 であるが、もともとは航空自衛隊の F-2 戦闘機に実装された80式空対艦誘導弾をベースに開発された兵器であり、これを陸上用に改めたものだ。1-2式地対艦誘導弾と、その前身となった88式地対艦誘導弾ではあるが、対象とされた仮想敵国は大きく異なり、前者が中国に対する南西諸島防衛用であるのに対し、後者は旧ソ連、ロシアに対する北方防衛用として開発された経緯を持つ。これは1991年の旧ソ連崩壊まで、日本の防衛は北海道をはじめとする北方において、同国軍の接近と上陸を阻むことを主眼としていたものが、以後、急速に中国による南西諸島防衛にシフトしていったことを物語るものと言えるだろう。そのため、88式地対艦誘導弾が配備された陸上自衛隊の実戦部隊は、北海道の北千歳駐屯地、美唄駐屯地、上富良野駐屯地、そして青森県の八戸駐屯地に置かれており、旧ソ連、現ロシアの艦艇の接近を抑止する意図が明確だった。これに対して、1-2式地対艦誘導弾は、まず、2016年に、熊本県の県軍駐屯地の第5地対艦ミサイル連隊に配備が開始され、2019年3月に、奄美大島の瀬戸内分田室地、2020年3月に、宮古島の宮古駐屯地と配備箇所が増強されている。さらに、この2022年度中には、沖縄県の石垣島にも1-2式地対艦誘導弾を装備する、新設のミサイル中隊が配備される方針が打ち出されており、九州から沖縄へと連なる、いわゆる、第一、列島線上に、地対艦誘導弾の防衛ラインが強化されている。加えて、来年2023年には、沖縄県の勝連分田室地にも、新たな地対艦ミサイル連隊の編成が予定されており、この編成完了後には、前述の奄美大島、瀬戸内分田室地、宮古島、宮古駐屯地の既存部隊も、その霊下となるものと見込まれている。こうした部隊配備と並行して、1-2式地対艦誘導弾は、今年2022年度中には、2017年度から開始されていた改良型の開発が完了予定となっているが、この完成を待たずして、さらに、射程距離と運用形態を増やす、能力向上型の開発が内閣によって承認された。これは、中国の南西諸島方面の圧力の増加を受けて、2020年12月に決められたものであり、敵の射程距離外から攻撃を行うことを基とした、いわゆるスタンドオフミサイル構想の一環として位置づけられているということができる。射程距離の増加については、現行の1-2式地対艦誘導弾の約 200km 弱から、大幅な延伸目標が提示されており、これは、報道によれば、まず 900km、次に 1500km を目指しているとも言われている。また、運用形態の多様化という部分では、現在の地対艦だけでなく、艦艇搭載型の艦対艦タイプ、航空機搭載型の空対艦タイプが想定されており、これにより、南西諸島防衛能力の多層化を推進することが期待されている。
ト2式地対艦誘導弾は誘導方式として、中間段階では、管制誘導並びに GPS 誘導であり、終末段階では、アクティブレーダーホーミング方式が採用されており。中間段階の方式を考慮すれば、物理的に、対地攻撃用途にも、使用は可能だと思われる。ただし、こうした側面を強調しすぎると反対派からは、やれ憲法で禁止されている攻撃的兵器だとか、敵基地攻撃能力の保有だとか、結論ありきの批判にさらされる可能性も高いためか、積極的に言及されることは少ないようだ。すでに、韓国などの一部のマスコミの記事では、日本が人に、敷地対艦誘導弾の能力向上型を開発し、航空機等に装備すれば、北朝鮮の平壌や中国の北京への攻撃能力を保有することになるとの指摘も出ており、今後も、そうした傾向は強まるだろう。弾道ミサイルや巡航ミサイルを乱射する北朝鮮や、日本に、中距離ミサイルを多数向けている中国に対し、日本が抑止力としての武装を強化するのは当然の備えだと思うのだが、そんな理屈は従来通り都合よく無視されようとしている。